今宵もやってまいりました。バー龍二へようこそ。今日はね、ちょっと思考を変えてね、柄にもないことやってるかっていうとですね、昨今ですね、給食がなくなったり飲食店が全部ほとんど休業になってたり、する中でですね、牛乳の消費がかなり落ちてると。酪農家さんが SOS を出してるんですね。酪農家さんが活動できなくなっちゃって、乳製品の供給が間に合わないっていう風になったら、僕すごい悲しい。僕乳製品大好きなので、何か、僕にできることがないかなと思った時に、あ、そう、牛乳を消費しようと、ということですね。皆さんに美味しくですね、牛乳を飲んでいただくような取り組みができないかと思いまして、一人キャンペーンをやることにしました。今回はですね、ちょっとまあ僕といえばお酒じゃないですか、そういうイメージを生かしたこれイメージ戦略です。牛乳を使った激うまカクテル3選ご紹介したいなっていうふうに思います。作っていきたいと思います。はい、ということですね、皆さん、本日のご注文ミルクを使ったカクテルということですね、受けたまりましたので、私バーテンのボキューが作っていきたいと思います。お客様におすすめさせていただきたいカクテルはですね、牛乳とウイスキーを使ったカウボーイというカクテルになります。これ別に僕が考えたわけじゃないんですけども、紹介ということでですね、作っていきたいと思います。はい、分量は人によりけりなんで、僕が一番うまいと思う分量でやっていきます。メーカーズマーク、カウボーイっていうのはやっぱりアメリカの牛飼いの名前なので、バーボンを使ってください。バーボンっていうのはアメリカで作られたウイスキーなんですね。スコッチを使うとウイスキーパンチっていうカクテルになります。牛乳なんですけども 100cc 注いでいきます。バーボンが大さじ1に半分ですね、はい、35cc とちょっとですね。甘くすると美味しいので、小さじ1半分ぐらい、軽く甘いぐらいですね。甘めが好きな方は、もう少し入れていただいて、氷を入れる前にね、混ぜておいた方が、砂糖が溶けやすいので、ね、今回はね、普通のお砂糖を使ってるので、あまり溶けやすいもんじゃないので、あれでよくね、混ぜて、ね、溶かし込んであげてください。はい、アイスで飲めるカクテル、はい、カウボーイ完成でございます。お客さんが別にいないので僕が飲みます。いただきます。甘い香りがします、すごくね。お砂糖も少し入ってるんで、すごく飲みやすいです。万人受けするような味になってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、これたまらん。これうまい。ウイスキーが少し苦手な方でもこれぐらいの量だったらいいかもしれないです。大さじ2半入ってるんですけども、1半ぐらいでも全然平気です。そうするとですね、それでもね、結構ね、度数は高いので試していただければなっていうふうに思います。これね、本当に美味しいです。次はですね、本来はシェーカーを使ったカクテルで、材料も違うんですけども、今回は皆さんも楽しめるような感じで、僕が勝手にアレンジしたグラスホッパーっていうのを作ります。本来はバーテンダーじゃないので、すいません、大さじで作らせてください。牛乳を1、2、3ですね、はい、ペパーミントリキュールです。1年ぶりぐらいなので、ああ来ましたね。なぜか、蓋がセロハンテープで留められます。これ大さじ1ぐらいですかね。すっごい綺麗な色してるでしょ。ほら、あんまり家にないと思うんですけども、カカオホワイトリキュールです。はい、チョコレートの香りがするお酒になります。大さじ1です。ステアして、本来はシェイクするんですけど、今回はまあ、ご家庭にシェーカーないと思うんで、このままいきます。氷を入れて冷やしながら、ね、簡易グラスホッパーですね、これね。グラスホッパー、お待たせいたしました。僕が飲みます。いただきます。めっめっちゃうまい。僕チョコミントが大好きなんですよ。チョコミントなんですよ。めっちゃ美味しい。本来は生クリームですから、生クリーム作ると非常に31のチョコミントみたいな味するんですけども、これはね、もっとさっぱりしてます。ステアだけでもね、非常に美味しい。これ自体がデザートみたいな感じなので、甘さも十分なので、この2つがアルコールをあんまり感じさせない味するんですよ。飲みすぎ注意です。ギュンギュン飲んじゃうとね、酔っ払ってしまいますもんね。めちゃめちゃ美味しいです。生クリームがあれば生クリーム、生クリームの場合は1対1対1ぐらいでいいんですけども、牛乳で作るんだったら全然ステアでも構いませんので、ちょっとスタッフストップがかかったので、次のカクテルに行きたいと思います。結構ね、クライマックスに、入ってきましたね。僕の酔い方がクライマックスですね。次はですね、僕の大好きなラム、ミルクバタードラム、ラムとホットミルクを使ってですね、早速作っていきたいと思います。そうですね、大体140cc ぐらいですかね。鍋に入れて温めていきます。最初は中火ぐらい、大さじ3ぐらい。これバターですね。
有塩でも無塩でもどっちでもいいです。有塩でもちょっと塩気がついて美味しいので 8g ぐらいですね。僕はね甘いのが好きなので小さじね2ぐらい今回は入れちゃいましょう。ミルクがね温まるのを待ちましょう。これ、ね、沸騰してます。こんな感じで注いでいきます。すべて注いでください。グラスはね耐熱の方がいいですよ。はいでね、お砂糖も入ってますので、お砂糖もね溶かし込むようにお好みでシナモン加えていただいても、ね、美味しいと思います。ミルクバタードラムですね。完成でございます。はい、ということでですね、できましたので早速飲んでいきたいと思います。香りやば。バターのいい香りとミルクの香りがすごいですね。これね、それにラムの上品な香りがまとってすっごい良さげです。砂糖もうちょっと大さじ1入れてくださいね。はい、その方が美味しいと思います。はい、これですよ。これバターの香りとミルクの香りなど、まあラム合わないわけないですよね。非常に美味しい。もしスパイスが欲しければ少しシナモン入れていただいてもいいですし、もっと甘くしていただいても全然平気です。さっき小さじ2入れてたんですけども、大さじ1の方が美味しいかな。飲むスイーツですよこれね。ただですね、めちゃめちゃ酔っ払います、これ。ラムにそのままホットミルクを流しているので、あったかいんですけど、アルコールはそんな飛んでないっていうですね。飲みすぎ注意です。すっごい美味しい。本当に美味しいです、これは。ブランデーとかでやっても美味しいです。ウイスキーとかでやっても全然、絶対美味しいと思います。ね、ぜひね、おうち飲みでね、おうちバーみたいな感じですね。楽しんでいただいて、この牛乳をね、楽しく消費できればなっていうふうに思いますので、これ以上紹介しちゃうとですね、僕がですね、とても紹介できないような状態になるので、今日はこの辺りで、中締めということで、よろしくお願いします。マジ美味しい。ということですね、今日の動画いかがでしたでしょうか。楽しく料理をして美味しいものを食べようっていうとこだけですので、こういうところにですねいいなと思っていただいた方、こういう料理やってみたいなっていうふうに思った方はぜひ高評価およびチャンネル登録、よろしくお願いいたします。